こんにちは、スプレーアートエデンの梅ちゃんです。ということでね、今香川県に来てます。香川県に来て、香川県といえばそう、わかるかな、スプレーアーティストの前ね、あのテレビチャンピオン出た時にね、一緒にね出させてもらったね、めっちゃね優しいアーティストさんにね会いに行きたいと思います。 OK、 レッツゴー。大臣さん、あ、元テラーさん、こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。社長さん、お久しぶりですね。初めまして。初めまして。ちょっと中行きますね。ちょっと待って。久しぶりです。書こうもんだけど、エデンさん来るけど、これは書いたら開けとかないかも。俺もなんか書けばいいんですか。あ、もちろん。おいおいおい、僕は何を書けばいいんですか。もうエデンさんの好きなように、もう一応僕宇宙を書いてほしいですよ。あ、オッケーオッケーです。確かに、いや若くないですか。いやいやいや、もうめっちゃちょっとやばいな、若い。何歳ですか。僕46っす。33っす。いやさ、じゃあ社長の、あ、社長、社長、社長、何の会社なの。IT の会社。若いのに。若いですね。でまたここができたら、またいろいろこれから、はい、イベントね、読んだりできると思うんで。いや、ということで大輔さんとね、はい、初コラボ。初コラボですね。初コラボ、ね、めっちゃ嬉しいわ。楽しみですね。めっちゃ嬉しい。めっちゃ会いたかった。いや、ということでね、うん、大輔さんと一緒にコラボして、うん、ぜひよく書いていきたいと思います。OK。Let's do it! OK! はい、完成。ダダーン、早っ。皆さん、大輔さんのね、技初公開、ガンガン盗んじゃってください。今、生配信じゃないですか。生配信じゃないです。よかったっす。オッケー、今こんな感じ。ダダダダーン、でかいっすね。でかい、すごいっすね。めちゃめちゃ綺麗ですね。ありがとうございます。日本人離れした光、僕こんなん全然描かんすもんね。宇宙がよくパフォーマンス描くんですけど、はいはいはい、色使いが全然違う。ありがとうございます。お前ここはもしエデンさんが今回だったら僕描く予定やったんやけど、はいはいはい、よかったっす。いやいや、社長喜ぶっすよこれ。マジですか。僕大体ここら辺もこういうモヤは入れるんですけど、あんま蛍光使わないんです、うん、入れてもまあちょっと明るい緑と、うっすらピンクぐらいなんです、はいはいはい、これめっちゃ好きです。これこれ赤いやつ。マジですか。かっこいいですよね。いや、めっちゃ綺麗。こっち宇宙にガーッて言ったら綺麗ですよね。綺麗ですよね。こっち半分っていうのも、ね、大好きさん、やばい。これほんとやばい。急にね、なんか俺ずっとなんかお腹が痛いって言ったじゃん。一気になんか腰きた。いてる。急に来た。やばい。急に現実が走って、友達なんて。友達って大好きさんと友達って言われた。いや、あの、なん、一応ちょっと今日これやばいよ、これ。うち、生まれる。あ、気絶したい。あ、来た。じゃあね、大好きさん、はい、あとは任せてください。行ってきます。おしっこで尿道が痛い。あ、なるほど。これ何。これ、うんこ。うんこ、これうんこ、うん、めっちゃ溜まってる。まあ、そこそこ、うん、いや、うんこのもう見たくて僕は撮ったわけじゃん。うんこ、まあ、どうでもいい。まあ、CT とか撮ったらまあ、はっきりするかもしれんねんけど、うん、まあ、今できることはもう痛み止めぐらいしかないんですわ。治ったね。何も痛くない。治った。もう痛くない。ふぅ。なんかまあみんなに俺の体の中見られて、うんこが溜まってってことがバレたっていう動画で終わりました。で、ね、今からね、大好きさんのとこ行ってね、治ったぜイエーイ。大好きちゃん、大好きちゃん、ドッキリさせていきますね。ごめんなちゃいって言っていきますね。あ、めちゃくちゃ早いじゃないですか。大丈夫なのか。出たと思います。救急車初めて呼んだ。マジっすか。マジっすか。最初の男になります。最初の男っすか。大輔さんの最初の男になります。いや、マジで本当に痛かったっすよ。いや、もうなんか痛みは引いたんですか。何も痛くないです。あんな痛がってて急に痛くないですよね。あ、でもよかった。いや、よかったっす。レントゲン撮ったら、これなんすかって言ったら、うんこですって。
めっちゃでかいウンコ溜まってて、ちょっと待って待って、なんか終わってる。エデンさん風にしたい。めっちゃこれ梅ちゃんっぽい。そうですよ。うん、全然なんかあれ俺これ書いたんじゃねって思う。いやーこれ大輔さんあと任せたってね。お探せしました。本当にお探せしました。あんなに痛い痛い痛いってついてから何も痛くありません。まさかこんな早く帰ってくるけびっくりした。ちょっと亡霊が出たんですよ。死んだんだ。皆さんお騒がせしました。絶対回すんだ動画っつって、なんか去って一挙に撮ろうか思ったけど、それはさすがに。完成しました。かっこいい。宇宙かっこいいな。宇宙のドアということで、香川に来て大輔さんとスプレーアートコラボでした。はい、ということで楽しんでもらったね、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。はい、アディオスアミゴース、バイバイ。やばいって、今日2回目だよ。